っていうのが今までがその方向浴香りを嗅ぐだけでこういうことが起こるよっていうところなんですけどもちょっと今日は方向浴とトリートメントってこう2つに分けてお話をしようかなと思いました。でトリートメントっていいますとまあ「ひいりょこうの、まあ、マッサージのことなんですけれどもえー、とまあすごく分かりやすい例で,でこの鳥井先生鳥井シス先生 えー、フレグランスジャーナル紙の「香りの謎」という本にも出されているんですけれどもあの外国ではねあのパーセンテージ肌につけるパーセンテージ希釈濃度っていうのが日本人はすごくきめが細かいというかそういうんで1%濃度で私たちはやるんですね1%濃度っていうとあの5ミリこの蓋が1 0ミリですかねあの この半分に一滴入れると1%っていう濃度が私たち日本人にはいいだろうっていうことで日本アロマ環境協会なんかは推奨してるんですね。だけど私が習ったその IFA のイギリスでは2%濃度だってその倍でやってるんですね。それで私も50症例こう体のフルトリートメント50 50勝令やっても何も来なかった。<laughs> すごい強いというか、大体日本人の方は何も来ないんですけども、だから1%濃度で日本人は、あの、やっぱりね、繊細なカラーかどうかわかりませんけど、あの、一応規定しますが、2%でやっちゃったからどうなっちゃうっていうことではないんですよね。全然平気。まあ、人によりますけれども、私の場合は全然平気だったっていうところで、まあ、外国では2%濃度っていうのが一般的で、 えー、オーストリアの、まあ、ちょっと古いですけども、実験で、ラベンダーをね、あの2、2%、これはピーナッツオイルだったとは思うんですけど、そこに2%入れたあのブレンドオイルでこういうふうにやりますよね。そうすると、5分以内にラベンダーの成分、デ、え、ィ、ー、ナーロールとか酢サ酸サンリナーリルって、これ、鎮静させる成分なんですけど、これがもう血中から検出された。 それで20分経つと再工事になってで90分経つともう亡くなって尿に出ていってしまうっていうことなんですねそういう、まあ、あの研究者の発表があってなので私たちがこう高齢者の方の、えー、足のトリートメントを30分ぐらいまあ20分から30分やってるとなんかポカポカするっていうのもこれであのちゃんと。 吸収されててて血液中を回ってこう出いいくっていうのがわかるかなと思いま,すまあラベンダーにしてもいろんな精油成分っていうのはあの分子量が小さいそうなんですね。揮発するものとこうすごくベース濃度って気圧が遅いのとまたその量は違うんですけれどもまあこんなふうにラベンダーで。 こういうことが言われているのでなんとなく私たちもそのトリートメントやってるとそうだなあっていう感じでね思います。